皆さんこんにちは、るりこです。さあ、久しぶりの旅シリーズ再開です。今回はじゃん、徳島、はい、四国に再チャレンジしていきたいと思います。おー、フェリーが見えました。あれに乗るんですよね。久しぶり、本当嬉しい。でもなんかこのデジャブかなっていうフェリーに乗るんですけどまあ思い返してみれば5月ですよね。今はね10月の18日なので、前回が春、今回は秋の旅ということで、まあ、やっと涼しくなってきたので旅も楽しめるんじゃないですかね。久しぶりにねこの積載をたんまり積んできたもんで、足りないもの多すぎなんじゃないかなってめちゃめちゃ不安です。大丈夫かな。行きます。四万十さんよろしくね前もこんなこと言ったな。よし、じゃあ荷物下ろしましょうか。すんげーことになってる。見てこのカップラーメンはい、今回のお部屋はまたこちらもレディースウェアです。はい、ドミトリーですね。一番奥が取れました。なんかここがなんやかんやすごい落ち着く気がする。多分前回も同じ感じで紹介したと思います。こんな感じのねお部屋となっております。はい、じゃあね、もういつも通りなんですけど、私がまずフェリーに乗船してすること、お風呂に入りに行く、そこをお風呂に入りに行きたいと思います。しました。四国再上陸です。というわけで今日は10月19日、これからですねまた四国旅を再スタートしていきたいと思います。じゃあまず舞台は徳島編です。徳島を楽しんでいきたいと思います。よいしょ、重てじゃあね、四万十さん、帰りは絶対あなたに乗って帰るんだから。絶対フェリーには乗らないで帰りましたからね。ゴーゴーゴーよし、では出発します。なんかつい最近来た記憶だけど、まあ最近っちゃ最近か。今回ね四国に来た理由はもちろん前回のリベンジも兼ねてなんですけど、実はですね2週にわたってこの四国周辺でイベントがあって、それと合わせて今回やってきました。あさって淡路島でまずイベントがあるので、まあ、しばらくこの徳島にね滞在をしようと思います。さあ30分ぐらい走ったところですね、ハローズっていうスーパーにまず立ち寄ります。さあ、なんでいきなりこのようなスーパーにやってきたかと言いますと、お友達に会いにやってきました。はい、徳島といえばじゃーん、まこさんです
はい、今回もまこさんにお世話になります。後で言いますが、はい、ここに来るって聞いたの昨日の夜です。はい、まあ、前回よりはね1時間ほど早かっただけですけどね。成長した、成長した。よし、よし行こう、よし行こうまあいつも通りなんですけど、私計画性がないもので、1週間後すらどこで何してるか自分で計画ね立てるのが苦手なんですよ。はい、今回もまこさんに明日徳島入りするからっていきなり連絡をするという、ほんと毎回申し訳ない。はい、というわけでこれからまこさん家に1回行って、ちょっと私が至急ね動画をアップロードしなければいけないので、いやあの Wi-Fi を貸していただいて、その後ねランチに行こうと思います。ティーが揺れてますバレちゃう、バレちゃう。はい、おはようございます。2日目の朝でございます。酒屋まこさんハウスにねお泊まりさせていただいて、とっても穏やかな気持ちで過ごせました。で、今日は明日ね淡路島でイベントがあるので、夕方には淡路島に入るんですけど、まあ、それまでは時間があるので、また徳島をねゆっくり観光したいと思います。見てこの景色、めっちゃ綺麗。あ、いいわ、最高。はい、先ほどのね阿南市の方からだいたい40分ぐらい走ってきたところなんですけど、今は徳島県の一番右端ですね、鴨田岬というところを目指して走っております。その岬まではしばらく海沿いを走っているので、海っていうかこうなんだろう、入り江すごくね穏やかな海の景色を見ながらめっちゃ気持ちよく走ってます。何回かねライダーの方ともすれ違ってるので、やっぱり皆さん端っこにね行きたがるんだなってまあ私もその一人なんでね。で、行くまでがちょっとね狭い道みたいなので気をつけてね行きたいと思います。おっと、鴨田岬はこっちですね。はい、前回もねこの鴨田岬行きたいなと思ってたんだけど時間なくて来れなかったんで、来れてよかった。はい、ここが駐車場ですね。はい、ようこそ鴨田岬へということで、駐車場から歩いて岬の方に行きたいと思います。なんかここ風が結構強いスポットらしいんですけど、全然平気だ、ラッキー。あれ登るん？に戻ってきました。この辺りでランチを食べたいと思いますいただきます。
よし、じゃあまたありがとうございます。さあ、まこさんたちと一旦お別れしまして、これからですね、淡路島の方に向かいたいと思います。この後ね、天気が崩れるんですよ。雨降る前に今日の宿泊地に潜り込みたい。本当はね、雨降らなかったら阿波踊り会館っていう、まあ徳島で行ったら阿波踊りじゃないですか。それが一年中見られるスポットがねあったんで行きたかったんですけど、多分見てたら雨が降ってしまう。淡路島に向かいたいと思います。さあ、では徳島を一旦出まして、こちらの大鳴門大武市を通って鳴門海峡を渡り、淡路島に向かいたいと思います。兵庫県にお邪魔します。よいしょ、到着。え、一回みんなちょっと止まってもらっていいですか、ニュートラル入れて。私の携帯でちょっと写真撮りますね。いける？いける？映ってる映ってる、こっちもめっちゃ愉快ありがとうございました。本当すごいね、その荷物たまに大丈夫かな。怖い、怖い、まだ先？ここだ。ここ？ここだ。ここ。気をつけてな。ああ、ありがとう。またね。またね。また関東連絡してね。ああ、関東で。ああ、またね。はい。さあ、というわけで。淡路島で行われたイベントも終了しまして、また徳島入りしているところです。本当イベントあっという間に過ぎてしまいました。来てくださった方本当ありがとうございます。元気もらったよ、ありがたいね。はい、おはようございます。ただいま10月22日の日曜日でございます。私は引き続き徳島県の阿南市というところでまこさんハウスにお世話になっているんですけど、今日はですね、まこさん、マカロンさんが行っている上鶴阿南っていう徳島県阿南市の女性やお子様の支援を行う団体の今日は活動の一環で阿南市科学センターでですね、フードパントリーを行います。なので今はその準備をしているところです。
でかっ。この大きさ、大きさの大きさが分かるでやろうか。そうしたらそれをこう水分に入れる、洗い物をつけた方がいいです。そうそう、そわして、そうそうそう、or just because I love my life with you.